臨界積スーパーグループとは、鉱物グループの一つ。臨界積スーパーグループは、出轮図分類では、リン酸塩鉱物を基本とするが、硫酸塩鉱物と、イ酸塩鉱物にも分類がまたぐグループである。これは、リン酸塩基と、硫酸塩基、イ酸塩基がすべて線4面体の構造をしており、大きさも似ているため、時間関係にあるためである。結晶系は、 基本的には六方小系であり、一部が三方小系や単写小系に属する。結晶の形は、石英の結晶の頭を縮めたような六角中に似た結晶で算出する。また、結晶の頭が平らとなった六角板状結晶もしばしば見られる。色は非常に様々である。臨界石スーパーグループの鉱物の基本的な蘇生式は、 A53Z である。ただし、結晶化学的には、蘇生式は A2A33Z と A が2つに分かれている。フッソリン解析のように、5つともすべて同じ種類の原子が入る場合も多いため、分けられずにまとめられる場合が多い。ベロフイシグループ、ヘディフェングループのすべてとぶりと、イシグループの一部、および臨海石グループの宮被災士はより、 結晶科学的に正しい蘇生式で記述されている。また、トリトメイシ5313とセリウムトリトメイシ5313の蘇生式は蒸気のものと違うように見えるが、少し書き換えれば実際には同じであることがわかる。A には CA, PB, SR, b, b,、S R、b a Y, ラ a c e ND, NA, BY が入る。 気ド類イゲンソランタノイドとしてまとめられることがある。また、不純物としてス、FE が入ることがある。X には P、S、SI、AZ、V が入る。また、不純物として B、AL が入ることがある。X には F、CL が入る。また、不純物として O が入ることがある。臨界石グループの鉱物は12種類が独立種として登録されている。 すべての鉱物がリン酸塩鉱物に属する。結晶系はすべての鉱物が六方晶系に属する。ベロフ、石グループの鉱物は7種類が独立種として登録されている。すべての鉱物がリン酸塩鉱物に属する。結晶系はフルオロカファイトとフルオロストルファイトが三方晶系。その他の鉱物が六方晶系に属する。ブリト、 石グループの鉱物は7種類が独立種として登録されている。すべての鉱物が計算円鉱物に属する。結晶系はすべての鉱物が六方象系に属する。エレスタド、石グループの鉱物は3種類が独立種として登録されている。すべての鉱物が計算円鉱物に属する。結晶系はすべての鉱物が六方象系に属する。 ヘディフェングループの鉱物は7種類が独立種として登録されている。アイオロス石カラコレス石セサの石が硫酸塩鉱物、フッソリン酸ヘディフェンヘディフェン、モデランド石リン酸、ヘディフェンはリン酸塩鉱物に属する。結晶系はカラコレス石が単車晶系、その他の鉱物が六方晶系に属する。臨海石スーパーグループに属する、日本で発見された。 新鉱物は、1966年に、福島県で発見された、イットリウムブリト石。1971年に、埼玉県で発見された水産エレスタド石。2011年に、大分県で発見された宮被災石がある。イットリウムブリト石は当初発見地にちなんで、アブクマ石と呼ばれていた。鳥止石のの数は13であり、これは43プラス1と等しく、 臨海石スーパーグループの A53Z に合わせ書き換えることができる。ジョン・バウム石、ミメット・アラガネ、スワブ石、ターノール石は非酸塩鉱物、カ・塩鉱はバナジン酸塩鉱物であるが全てリン酸塩鉱物に属している。味方象系と六方象系は同一の結晶構造と見る場合もある。エレスタド石グループの鉱物は計三塩基と 硫酸塩基が投量であるため、理屈上はどちらに分類されても良い。実際には、計算塩基が含まれている鉱物は、量に関わらず原則的に、計算塩鉱物に分類される傾向がある。ありがとうございます。